いつからだろう、花火を楽しめなくなったのは。母と一緒に見た花火は赤、青、黄、緑、オレンジ、すべてが美しかったのに。私は大きくなって、大事な人は遠く離れて、いつの間にか世界は色を失っていた。待って、もう少しだから。花火始まっちゃうよ。先行っててちょうだい。私は大丈夫、一人でも平気。言い続けているうちにだんだん本当になっていく。これも魔法のせいなのかもしれない。自分を守るささやかな魔法。魔法なんて大嫌い。私が魔法使いじゃなかったら、花火は今も綺麗だったかな。お待たせ。おばあちゃん、ごめんなさい遅くなって。やっと準備が整ったわ。準備？星砂時計。そう、時間魔法の必需品。今日のために60年分満月の光を浴びさせ続けてきたのよ。新月の夜に満月の力を借りるなんて矛盾した魔法だと思わない？あなたは今から高校2年生の私に会いに行きなさい。魔法であなたを過去へと送ります。あ、ちょっと待って。いきなり言われて戸惑うのも無理はないけど、これは決められたことなのよ。どうして？あ、それは行けばわかる。まあ友達や恋人と別れたくないとか、そういうのあるだろうけど。別にそういうのどうでもいい。あなたの悪い癖よ。瞳をそらさないこと。せっかく行くんだから楽しんでいらっしゃい。ちょっと、私行くなんて一言も。人やたな。シジマに沈む暗黒の苦音の流れ、照らせよ光。空に星満ち、地には玉満つ。山を越える緑風よ、海に溶ける白雨よ。空渡る眼光、
闇を裂く稲妻、世を片作る万象よ。待って、おばあちゃん。時よ天。それからよく覚えていない。おばあちゃんのいつもの笑顔と、震えるほど大きな花火の音。気づいたら、着。ここどこですか？君の行くべきところ。ありがとうございます。無賃乗車は犯罪です。リーダーどこですか？現金。明朗会計。現金ってなんだっけ？犯罪。できません。最後に更新された位置情報は必要ですか？いい。じゃあ今日はいつ？日付を特定できません。通信障害により時刻情報を取得できません。2018年。最後に更新された情報は必要ですか？開かない。お願い、開いて。どうしよう、思わず隠れちゃったけど、でもどう考えても不審者だし。もしもし、俺バイト？クローズまで。うん。ご飯あんの？なら食べてから出ようかな。一昨日のカレー食べちまって。なんかよく取る気になるわね。可愛いですよ。理解不能。お、え、あれ、青いち。どうしました？大スクープ、あの青いに女がいたなんて。アサギ、山吹たちに連絡して。ミーティングよ。はい。同じだ、海と山。おばあちゃん家の近くの。同じだけどちょっと違う。違うけどちょっと同じ。本当に来たんだ私。
かわいい。盗み取りとかやめとけよ。だって葵の家から出てきたんだよ。ね、わさぎ。はい、あの窓から。あいつバイトで部活休むって言ってたのに。ねえ、問題だよ。部屋に彼女連れ込んで親バレしそうで窓から逃がしたとか、そんな感じじゃない？それ本当に彼女なのか？動画送ってちぐさに反応を確かめさせよう。綺麗な子だったよね。なんか神秘的っていうか、スタイルよくってサラサラのロングヘアで目が綺麗で。あんな感じ？あの子よ。え？迷子なのかな。ちょっと行ってくる。部長、いい人。あの、大丈夫ですか？もしかして何か困ってますか？あの、私たち怪しいものじゃなくて、道に迷ってるみたいだから、なんか力になれればって思ったんだけど、大丈夫？南ヶ丘高校。ああ、そうだよ。丘の上のね。私も。え、同じ学校？何年生？あの、いや、違うんです。制服変わったんだ。変わったっけ？変わってません。あの、よかったらこれ使ってください。膝すりむいてますよ。あの、それ何ですか？え？ごゆっくりどうぞ。おい、バイト中にスマホいじんのやめとけよ。お、何これ。先輩、彼女は？めちゃめちゃ美人じゃないですか。誰？魔法屋さん、もうすぐですよ。ありがとうございます、案内までしてもらって。近くまで行くつもりだったから気にしなくていいよ。そうそう、俺たちをみんな同じ部活でさ。写真美術部。私たちは写真やってるの。葵だけは美術やってるんだけどね。こら、ゆいとの話は。いいじゃない。ね、葵の彼女さんなんですか？な、いや、違うんじゃないか。ってことは、付き合う前に強引に迫って窓から逃げられた？あの、なんかごめんね、葵が。余計なこと言うなよ。葵？さっき、葵の部屋から逃げてきたでしょ？何かあったの？デリケートな問題だから言いたくないかも。あ、見て、綺麗。ほんとだ、空の色絶妙。梅干し色。時色じゃないですか？もう少し空が見えるところに行こう。そうね。大丈夫、一人でも平気。おい、こっちこっち。ごめん、お待たせ。行きましょうか。ここです、魔法屋さん。もし万が一葵に何かされたんだとしたら、いつでも言って。私たち味方になるから。魔法屋で星砂を買って仕返ししようとか、くれぐれも。そういうことは。あいつちょっと言葉が足りないところあるけど、悪いやつじゃないのよ。だから誤解しないであげて。よろしくお願いします。またね。虹を出す魔法とシャボン玉に色をつける魔法ですね。少々お待ちください。緊張をほぐせるよ、調合
をしてみましょう。またどうぞお越しください。いつものやつお願いね。はい。あのはい、どのような魔法をご所望ですか？いえ、こちらに月城琥珀さんって。あら、琥珀のお友達？ごめんなさい、あの子今イギリスに留学してるのよ、魔法の勉強しに。帰ってくるの少し伸びるって、落第したんじゃないかしら、うん、あら、琥珀ちゃんらしいわね。そうなんですよ。いらっしゃいませ。あの、すみません、卒業した先輩にプレゼントを渡したいんですが。はい、ちょっと待っててね。お待ちなさい。おばあちゃん、お待たせしました。なくしたものを見つける魔法ですね。ありがとう。残念ながら琥珀はいないけど、他に行く当てはあるの？来たところへ帰れる？なら、あの子が帰ってくるまでうちにいてもらうしかないかしら。でも女の子を一人で放り出すわけにはいかないわ。それに、この手紙が本当なら、あなたはうちの家族なんですもの。時間魔法は不可逆を扱うから、とても難しいとされているのよ。あなたにおばあちゃんと呼ばれた時は驚いたけれど、琥珀なら実現できるかもしれないわね。それに、本当の方が素敵でしょ。こうして孫の孫に会えるなんて。そういえば、このアズライト、おばあちゃん…すみません、落としたみたいです。私、探してきます。はい、ちょっとストップ。外はもう暗いのよ。探すのは明日になさい。魔法使いというのが本当なら、アズライトを放っといてもあなたの手に戻るわよ。この部屋を使ってちょうだい。屋根裏だから狭くて申し訳ないんだけど。私、この部屋知ってます。昔、おばあちゃんがよくここで絵本を読んでくれた。そう、じゃあ60年後もこの家はあるのね。でもずっと新しい匂い。そりゃそうよ、去年建てたばかりだもの。当座の着替えも用意しなくちゃね。すみません、いろいろと。いいのよ、気にしなくて。晩ご飯の支度ができたら呼びに来るわ。はい。よく眠れた？はい、おかげさまで。あの、昨夜はありがとうございました。気にしないで、私も魔法使いの端くれだからなんとなくわかるの。パパは一般の人だけど、おばあちゃんがいいって言うなら問題ないわよね、パパ。うん、結構な魔法使いなのよ、うちのおばあちゃん。琥珀が帰るまでゆっくりホームステイしていって。琥珀ちゃんと帰ってくるのか？あいつ適当だからな。さあ、朝ごはんにしましょう。あの、後で少し出かけてきてもいいですか？もちろんよ。アズライトを落としてしまって。なくしたものを見つける魔法は使えないの？はい。これをお使いなさい。目を閉じて探し物を思い出しながら主婦に向かって巻くだけよ。はい。あ、何それ。昨日、2階から脱走する女の子を見かけたってご近所さんがたくさんいるんですけど。は？とぼけても無駄、母の情報もなめんなよ。これが証拠よ、証拠。知らないし。ロングヘアの美人だってね。いいのいいの、怒ってないから。むしろよくやったっていうか、うちの息子絵にしか興味ないのかなって心配してたくらいだな。ごちそうさま。
でもほら、うち母子家庭だし、いろいろ言う人もいるからさ、2階から逃がしたりとかしないで、次はちゃんと。心当たり全くないし、そいつ不法侵入者かも。盗まれたものないか確かめといて。これ手がかりとして警察に届けとく。帰りはバイトで遅くなるから。え？じゃあ行ってきます。どれ？